どうも皆さん、こんにちは。いつも心に太陽は、ゲーマーモデルの太陽です。今日は実際に YouTuber をガンガン始めていこうっていう際に本格的に必要な機材を全部揃えてみましたという回です。どうぞ。さあ、では早速いきなりまあトリから行くんですけど、こちらです。ドド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 ドン、キャノンの YouTuber 用のカメラ。これなんかどうなってるかっていうと、まあ早速ねスイッチオンしてみるんですけど、これでオン状態です。普通のビデオカメラってこう横にして、ここにね今映ってる画面、こう僕の見えます、ここ僕の手があるんですけど、明るさも撮ってるみたいじゃないですか。でも実際普通の YouTuber さんとか皆さん路上で撮影したりとか、あのロケする時とかもこんな風なこのタイプのカメラをよく使うらしいです。その中でも一番このキャノンのカメラは結構使われているという評判ということで揃えてみました。こんな感じですね。これ自撮りするときにはこんな感じですね。いや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 、音が入るときにこうマイク戻るんで、こんな風にね音のゲージもなんか乗ってて結構本格的です。実際に、あ、今これ撮ってます。テスト撮影どうですか。画質とかどんな感じだから、またどんな感じになるか楽しみですね。アリュー、次行こう。ちょっと止め方分からへん、止め方分からへん。これあ、タッチやわ、これすげえ。分かった、はい、オッケー。じゃあ次行きましょう。全体の外観としてはまあこんな感じですね。そうで、カメラあって、で実際に、まあ、こんな風にして、まあこれ単体でもまあ机の上にこんな風に置ける感じですよね。落としても大丈夫な生地になってます。はい、では次行きましょう。これ使う次の品、これ Mac 繋いでるんですけど USB-C なんですよ。だからまずこのカメラにメモリーカード、これを Mac に入れなあかんなってことで、あ、硬すぎる。ドン。あ、シンプルなすごいデザインなんです。結構ね、いや意外と安かったです。これもう全部いける、ここメモリーカード全部いけるようになってます。すげえいいもん。じゃあアップルのね店員さんに聞いたんですよ。めっちゃいい兄ちゃんで、アップルの兄ちゃんなんか基本いい人っていうイメージありますよね。さすがアポ、ナイススティーブ・ジョブズ。次の商品ですね。次の商品はこちら、ドドドドン、三脚。これね結構ね割と値段的には結構2000円とかのもある中で4000円ぐらいのチョイスしたんですけど、なんでかっていうと長さがやばい。俺の腰ぐらいまである、ここでも収まらないですよ ね、 このね、ちょうど僕の、いやここおへそぐらいまであるっすね。そうてか、この形も超惚れるんやけど、歩道みたいなとこあるんですけどね、スプラトゥーンをするあなたはもう見えるかもしれないですね。そう、バレルスピナー、うつし、あっ、ここのネジがちょうどこのカメラちゃんの、まあこれオスとメスって感じですね。こうね、ガッチャンコしてね、シンプルなヘッドホンセット、このヘッドホンマイクですね。まあこれでまあ音も良質に取れるということで用意をしていただきました。あらせで、もう一個はこのスタンドマイク。他にもいろんな使い方ができそうですよね。あのまあ物をかけておくもよし。そしてまあ欠かせないのはこちらですね、自撮り棒。いつもあのライブ配信してる時とか、まあ動画を撮る時もね、まあ今後もいつもありがとう。はい、これから始めていくにあたってのオールスターですね。やっぱりまあがっつりね、このカメラちゃんが圧倒的な存在感を誇っているんですけども、まあ、ガンガン動画アップしていきますね。皆さんよろしくお願いいたします。いつもこれに太陽、お疲れ様でした。太陽でした。